矯正医療から立ち直りを支える。一般病院で行われている手術と大きな違いはないと思いますけど、血腫を含む矯正施設で行われる医療は多少限界はあるので、大きな手術が必要な場合には近隣の連携が取れている病院さんにお願いして